はい、イオンモールに来てます。イオンモールロンビエンですね。はい、来てます。はい、今更かと思われますが遅ればせながら、はい、ちょっと皆さんにイオンのね、様子をちょっとだけビデオに収めさせてもらいます。はい、この近辺にもね、日本式のサービスアパートができたりしてるので、はい、近くにどういったものがあるのかということをね、知りたいなという方もいらっしゃるでしょうし、まあ、ベトナムのハノイにいらっしゃるんだれば当然もう知ってますけどもね、まあ、これから、こっちに赴任しようかなという方であればよくご存じない方もいらっしゃると思うので、はい、まあ、映しますよ。大林組さんが施工してるんでね、もう作りから全く日本と一緒です。とってもしっかりと立派な建物が建ってます。はい、ドミノピザがあったりバーガーキングがあったり、こういったファーストフードもしっかりとしてますよね。ポッパーイズってこれ何のあれかな、鳥かな、ちょっと分かんないですけども、こういう外にはねファーストフードのお店があって、まあ品質もそんな悪くはないと思います。っていうのもここはやっぱりテナント料をしっかり取られるんでね、売り上げの何パーセントっていうのは多分払わなきゃいけない契約のはずなので、はい、そんな不採算で全然利益が上がらないような店は長続きできないんですよね。はい、ですので、まあこういう、まあ、名だたる力を持ってるテナントしかまあ残れないっていうのが現実っていうか、はい、ハイランドコーヒーがあったりね、まあこの辺はいいところ抑えているので、場所的に、まあ、売り上げは上がるんでしょう。はい、こういったアイスクリームのお店があったりね、はい、こういったのがあって、ツイッタービーンズコーヒーとか、はい、コーヒーか、まあ週末にね買い物にいらっしゃる方いっぱいいると思うんですけども、まあこの辺近辺に住んでる方でも、まあ逆に近いねところでこういう、まあ、ギュッとこう業績した買い物からご飯屋さんから、まあ、カフェとか、まあ、リラックスできるようなお店から、まあ、全部こう揃ってるんでね、便利っちゃ便利ですよね。あちこちにタクシー飛ばして行かなくてもいいって言いますか、ここに来れば全部揃ってるんで、はい、じゃあまあ一応主にね全部取ってもしょうがないんで、専門店ばっかりですから、はい、時計とかカバンとかね、薬とかいろんなもの売ってますけど、まあそういうものよりも主にまあ日本、ね、日系のご飯屋さん、ね、大山ラーメンであったり牛角であったりね入ってるんで、その辺の様子をちょっとだけ、ね、撮らせていただこうかなと思います。まあ、館内広い、ね、エリアの中にはもちろん日本食レストランなんかもありますね。二重丸というね、こういう寿司、ビュッフェ、居酒屋レストランとか、まあ、その前にこういう、各銀行の ATM もちゃんと、入ってますね。はい、ATM コーナーもしっかりあって、でこの奥が居酒屋男魂、あ、こんなのもあります。まあ、お鍋がメインというか、なんでしょうね、こういうカレーもあれば、はい、こういうお鍋、こんなお鍋の、まあ、お店、ホットポットで、こういうものもありますね、こういう店ですね。まあ、専門店街がずっとあって、毎日こういうところで買い物をするわけじゃないんですけども、アディダスであったりね、こういうスポーツウェアがあったりとか。ハンテンとかね、こういう、まあ、日本でも売ってあるようなちょっとカジュアル系の、衣服関係のねお店、はい、こんなのもずっとあって、まあ、ここからフードコートですかね、イオンベーカリーね、焼きたてのパンがあったり、あとはもうイオンですね、ずっと大きなイオンのお店があります。はい、そのイオンの、まあ、ここは中入っていけないんですけどもね、生鮮食品とかいっぱい置いてあると思うんですよね。でこういうような、まあ、フードコートですね、ベトナム人の方々がいっぱい食べてますけども、はい、まあ檻に入った焼きそばであったりね、さっきはなんか檻に入った巻き寿司があったりしました。なので、まあ、日本の方々もここで安くご飯食べることができると思うんですよね。まあ、いろんなものが、まあ、こんだけの売り場スペースなんで、土日ぐらいにゆっくり休みの時に来てですね、でちょっとまあご飯でも食べてのんびりカフェでもくつろごうかなというようなものは全てここに備わっているんじゃないかなと思います。はい、こういうね檻に入ったものがあったりね、はい、そんなおにぎりもこう置いてあったりしますね。
まあ広い売り場面積ですよね。はい、まあ、当然採算テナントは年次年次で仕切って売り上げの状況を見て、ダメなところはもう撤退するということを繰り返すっていう方式ですから、はい、残ってるのはやっぱり採算の合ってるいいものをいいサービスを提供しているお店だけっていうことですね。はい、まあ仕方がありません、淘汰していきますので。はい、で今私は2階に上がってきてて、3階がフードコートの3階が、まあ、牛角さんがあったりね、大山ラーメンさんなんかがあるところだと思うんですけども、ちょっとそこをどんな感じかビデオに収めたいと思います。はい、この辺から日系のね、お店が来ますよね。牛角さん牛角さんが、はい、来ますよね。まあ、向こうの方は洋芸チキン、よくわかんないです、なんか鶏のお店があったり、韓国の焼肉屋さんが来たりしますけど、モンフエ、ね、これベトナム のよくあちこち見かけますよね、ベトナム料理のお店で、キチキチ、これはまあお鍋ですかね、日本真似たベトナム人が一生懸命やってる、はい、結構ベトナム人向けは、まあ、お鍋が回るんですよねああいう感じのお店がここにあったり、キングバーベキュー、これ全部オーナーは一緒ですよね。はい、ゴールデンゲートさんかな、オーナーさんは一緒です。もうゴールデンゲートのラインですね、ここね。はい、どこ切っても利益が上がるという感じですよね。はい、でここに大山ラーメンさんが頑張ってらっしゃいます。はい、大山ラーメンね、頑張ってほしいですよね。まあ、三重にありますね、フレーザーの中にあるシレーラショッピングセンターにもありますし、林南にも最近3号店出しましたよね。はい、味噌ラーメン、北海道ラーメン美味しいですよね。はい、まあ、こういういろんなね、香港の香港のお店があったりとか、チキンのね、こういうファーストフードが来たりとか、はい、フードコート、なかなか良さげですよね、美味しそうですよね。はい、まあ、こういうところをピザもありますか、まあ、ここもまあよく見かけるこの、お店、まあ、美味しい、で焼きたてだったら多分ピザはうまいと思うんですよね。はい、寿司系とかね、あ、なんかよく見かけますよね最近ね。はい、ベトナム人が一生懸命頑張ってるお寿司屋さんですね。はい、こういうようなお店があります。でカフェがあってね、ホットポットストーブ、はい、お鍋のお店ですね。はい、まあ、あとずっとカフェが並んでたりとか、はい、ずっとフードコートが延々続きますね。まあ、自分の好みのねお店を見つけて、で、まあ、別に週末来てもいいと思うんですよね。はい、週末ハイバーチュン、ホアンケム、金馬あたりで過ごしてる方が、まあ、近くのどっかに行くんでしょうけども、まあ、こんだけ集積してるんであれば、ここで時間を過ごすことは全然問題なくできるかなと。あと、まあ、ご友人の方々とね、ハイバーチュンの方のお店でちょっとご飯食べようというのもありで、その時はまあ足を越えていけばいいんだと思うんですけど、一人で特に予定がない場合はここでも十分時間を、まあ、過ごすことはできるんじゃないかなと思います。それぐらいのお店、ベトナムの方言、あ、方言があるんですね。ベトナム料理の美味しいお店ですよね、シーフードの、あ、ここにも入ってるんですよね。はい、いやいや、これはびっくりしました。これもあるのか、ここ美味しいですよね。はい、まあ、こんなんとか、カーボーイアメリカンダイニング、アメリカンダイニング、カーボーイジャック、はいはい、なんか聞いたことがありますけど、はい、アメリカンですね。はい、まあ、ここはタイのタイエクスプレス、ロッテにも入ってますよね、タイエクスプレス。はい、まあ、一通りのテナントは揃えてますよね、すごいですよね。はい、こういうようなお店がいっぱいあります。もちろんショッピングセンターもあるんでね、自炊する方は1階のショッピングセンターでイオンで買い物をすればいいかなと思います。シンガポールの、はい、お店なんかも入ってたりしますよね。ここもまた何でしょう、韓国ですけども、はい、韓国の焼肉屋さんですかね。はい、こういうのがあります。
はい、まあちょっとね、3階の1区画だけ、フードコートをふわっと映してるだけですけども、まあ、ほんのごく一部ですね。はい、まあ、ただ食事をしようということでいらっしゃってもこれぐらいのものはありますから、はい、あと買い物も含めて、はい、まあ、結構ね、やっぱいいお店で当たり前ですよね。はい、わざわざ最近今になって取材かという感じではありますが、はい、ただまあこういうのがね、イオンのロンビエンの、ロンビエンにあるということです。はい、ですので、まあ、皆さんもし買い物を含めてね、ちょっと週末に一回来てみようかなというのであれば、まあ、こちらの方で半日ぐらいは時間で使ってね、ゆっくりといろんなお店を探索していただければいいんじゃないかなと思います。